本日はですね、東京大学法学部の方から宍戸常時先生をお迎えして、憲法の運用とこの国の形ということで、特にアメリカやドイツのお話を交えつつ、講義いただくことになっています。宍戸先生は1993年東京大学の文科一類にご入学されまして、1997年に卒業と同時に助手に採用されまして、その以来憲法学の研究に携わっております。その後ですね、宍戸大学、東京一橋大学を経て、現在先ほど申しましたように東京大学法学部で教授されております。それでですね、今日学生の皆さん向けにおすすめするにはどのご本をあげたらよいでしょうかということを あらかじめ伺ったんですが、その答えに関してですね、まさにすりたてほやほやのこちらの本ですね、法解釈入門という本、実は私もまさに今日郵便ポストの方にいただいて、どうも先生ご敬送ありがとうございました。というわけで、まだ私こちらよく読んでないんですけれども、とても面白そうな入門向けながら高度な問題を扱っている本のように思います。そのあたりの話も制作の時のご苦労談なども含めてちょっとお話しいただけたら幸いです。じゃあ宍戸先生、どうぞよろしくお願いいたします。今福岡先生からご紹介に預かりました法学政治学研究科の宍戸です。で、今日はこういう形で皆さんの前でお話ができるということは非常に嬉しく思っています。この場で、お話こういうふうに皆さんの前でするというのは私今回初めてですので、まず皆さんの関心というのに沿うものがお話ができるかどうかわからないですけれども、この時間よろしくお願いします。で、それから、福岡先生からご紹介いただいたこのあれですね、この法解釈入門という本なんですけれども、この本は有比較という大変お堅いですね、法律の本屋さんから出た本にしては極めて柔らかい本でして、で、具体的にどう柔らかいかと言いますと、こういうふうになっていると。慣れる前になろうと。よくわかりませんけれども。で、こう扉があって、よいしょ。この扉を取ると、この扉が開くと、この帯を取ると開くということで、中に入ると、これちょうど私と同じ世代の研究者の方、民法の山下先生、それから刑法の不幸にして最近お亡くなりになりましたけれども島田宗一郎先生という大変優秀な方だった方と、私の3人で、憲法、民法、刑法それぞれの観点から、法解釈を始めようという話を、ということで、入門的な法学部に進学する方以外の方でも法学部あるいは法解釈ってどんなことやるんだということをちょっと分かっていただけるような内容に、したつもりです。これあくまで法解釈入門でして、本当のことを言うと法解釈ってこんなもんではないというですね、いろいろ難しい問題がございまして、例えば本当は法の解釈というのは何か結論を発見する部分と、その結論をこうちゃんとうまく説明する正当化の部分があるとかですね、そこにおいでになる長谷部先生のご議論とかあってですね、私もそういう難しい話を書こうと思ったんですけれども、これはやめろと、これはあくまで入門だということで、そういう難しい話は書いてないのでご了解いただきたいと思いますけれども、裏手にとにかく学生時代の先生である長谷部先生がいらっしゃるので、私大変緊張してるんですけれども、いいですよ、皆さんも一度そういう目にあった方がいいですよ。高校時代とか小学校時代の先生の前で喋るとかですね、話がだいぶ余談にそれましたが、そういうことでぜひこれ多分その知性教で並ぶと思いますので、ちょっと手に取ってみていただけると、嬉しいなと思います。今日はここにありますように憲法の運用とこの国の形という題でですね、この学術区間講義、この国の形、日本の自己イメージの連続講義の一つということでお話をしたいと思います。でですね、ページをめくりくださいという、皆さんはめくる必要がないんですね。で、初めにというところで、あらかじめ、授業概要としてどんなことをお話しするかということをそこに挙げておきました。で、憲法とは、日本国憲法という名前のテキストだけではありませんと。で、このテキストを政治家や法律家がどのように運用し、また国民やメディアがどのように理解しているかと。それによって憲法は豊かに発展することも、また貧しい気しか持たないものともなり得ます。こうした問題をアメリカやドイツの例を取り上げながら考えてみることにしますと。大変立派な文章ですね。誰が書いたんだというぐらい立派な文章ですけれども、これは私が書いたんですけれども、これは私これ書いたときにアメリカに留学しておりまして、で、
その時にはかなりテンションが上がっていたもんですから立派な話ができると思ったんです。でところが日本に帰ってきて、まあ、いろんな細かい作業にいろいろ従事している間にこれちょっとそんな難しい話できないと。でとりわけこの国民やメディアがどのように理解しているかとかそういった難しい話をちゃんとするとかですね、またとりわけアメリカやドイツの話をちゃんとしようと思うとこれはあの1回の授業で終わらないですね。4単位で1年間の授業をそれぞれやらないとこれはとても終わらないということに今更ながら気がつきまして、おとついぐらいにこう真っ青になりながらどうしようと思って頑張ったんですけれども、まあ、非常に駆け足で、ちょっと非常にどちらかといえば浅い内容の話になってしまいますけれども、まあ、ここにあるような話をできるだけしてみて後で皆さんと意見交換の機会があればしてみたいというふうに思います。よいしょ。でもう一点、それからこの講義のメインテーマでありますこの国の形と、この言葉について、若干少し憲法の観点から説明しておきたいと思います。でおそらくこれは皆さんもですねこの学術観光議のリレーの中で何度か触れられているお話かもしれませんけれども、まあ、私の観点からちょっと触れておきたいと思います。でおそらく憲法とこの国の形という言葉が関連付けて、議論されるようになりましたのは1997年、まあ、今から16年前ですねの、橋本龍太郎内閣の下に置かれた行政改革会議におけるその最終報告書でのフレーズに由来するものだろうと思います。でこの報告書は、まあ、お役所のあるいは審議会とか研究会が書く文章の中では、まあ、極めて例外的に格調が高い、でそして非常に強い影響力を持った、まあ、政治的文章の一つですね。でそしてここにそのこの国の形という言葉が出てくるわけです。で、まあ、全部読みませんけれどもそこでざっと見ていただくと、これは司馬太郎という有名な作家、歴史小説が好きな人だったらあれば大体読まれたことがあると思うんですけれども、この人の言葉に由来するものであるということが書かれていると。で、まあ、それによりますとこれは、まあ、あの NHK でやっていた坂の上の雲みたいな話ですけれども、その明治期の近代国家の形成というのがその合理主義的精神と公の思想に富み精霊にして自己に誇りと志を持った人たち、皆さんみたいな人たちですねによって支えられたことを明らかにしたと、まあ、その後はこ うまくいかなくなったというお話があり、でその後、第二段落ですけれども、まあ、集団に埋没する個人といった特性は決して日本国民の不可避的な特性ではないとかですね、こう後で触れますが日本国憲法についていろいろ議論があり、そして第三段落ですね、まあ、突然なんですが今回の行政改革はということで、これはこの国の在り方自体を改革するものなんだと、で我々国民自身の在り方というものを変えるんだと、我々日本の国民が持つ伝統的特性の良き面を想起し、日本国憲法のよって立つ精神によってそれを洗練し、この国の形を再構築することこそ今回の行政改革の目標であると。でこれが16年前に出て、でそれ16年経って今の日本、今の日本の行政政治があると、こういうことであるわけです。まあ、これについてですね、このペーパーあるいはこの文章はかなりいろいろな意味で物議を醸したんですけれども、ここでは2点だけ触れておきたいと思います。で一つはこれはここで展開されているこう歴史の読み取り方に関するものです。でここで展開されている、特に第一段落で展開されているのはまさにこういわゆる司馬史観といわれるこの司馬遼太郎さんが、特にどうして作家としてはどちらかといえば後半あるいは晩年において、まあ、展開されて、まあ、例えばですねプレジデントとかですね、あるいはこう財界の大物が必ずこう司馬遼太郎を読んで愛読書に司馬遼太郎をあげるといった、そういういわゆる司馬遼太郎らしいものの見方、日本史の見方ということになるわけです。で実際どうかといえば、これは歴史学の観点からいろいろな議論が可能ですね。まあ、憲法に関連するだけで言ってあげても、まあ、例えば明治維新後 その何度か憲法上の大きな出来事があったわけですけれども、例えば明治6年の政変であるとか明治14年の政変であるとか、まあ、言ったような大きな政変というものが、まあ、かなりの部分こう明治維新を主導した人たちの一部の中にこうなんていうんですかね、まあ、なんていうか今流に言えばちょっと若干こう利権をですね貪る的なところがあって、それをめぐる戦いみたいな結果がですねこういったあの大きな政治変動につながったというようなことはしばしば指摘されるところであるわけです。
で必ずしもこれはですね、歴史的な史実に、まあ、必ずしも全てを書き切ったものではないわけです。でむしろ重要なことは、だからこれしばし感が間違いだというのではなくて、かなりの部分こう歴史というのは現在の視点から、我々の過去というのは本当はこういうものであったというふうにこれを再構成し、それはその時には我々の現在の社会に対する問題関心、社会がいいと言ったり、あるこの社会のこういう部分を変えたいと思うという時に、その観点から過去を再構成して、そしてそれを現在の我々につなげ、そして未来へ展開していこうとすると、まあ、かなりそういう優れて意欲的な作用であることが、この第一段落からもですね、よく表れているわけです。で安直にですね、その歴史と、あるいは歴史に基づくところの日本の国柄とかですね、この国の形というものを固定化して捉えてはいけないわけです。でそのことはこれ第2段落見ても、その例えば集団に埋没する個人といったようなものは、これは別に日本国民の不可避的な特性ではないとかですね、あるいは第3段落を見ても、これはむしろこう変えていくと、この国の形というものは我々が過去との連続性の上で変えていくんだと、まあ、そういう見方をここでですね示しているということになるわけです。でそのこと自体の逃避はまたいろいろあると思いますが、この国の形という言葉でものを議論するときに、今言ったような何かもともとこの国の形というものはどこかにあって、でそしてそれを何か探し求めるとかですね、そういった議論ではないんだと、むしろそれはかなり優れて意欲的な、この国の形というものをどうやって構成しようとするかと、そういう作用なんだなと、この点を少し押さえておいていただきたいと思います。でそれからもう一点触れておきたいのは、この第二段落ですね、この日本国憲法13条はうんぬんと書かれているような憲法理解の部分ということになります。でここで示されていますのは、その個人の尊厳、日本国憲法13条というものを核において、でそこから基本的人権が保障され、でそしてその基本的人権の、個人の尊重や基本的人権の尊重ということの延長線上に、こう民主主義あるいは法の支配といったものがあって、それを憲法は定めているのだと、そういう憲法理解であるわけです。でこれが一般に立憲主義と呼ばれる、憲法理解あるいは憲法の内容ということになります。まあ、政治学で言えば、言い方があればこれはリベラルデモクラシーということでもあるわけです。でこれはおそらく世界の標準的な憲法の内容、まあ、グローバルスタンダードであって、そしてそれをこの第2段落でこの文書は打ち出しているということになります。でそれもそのはずでして、この最終報告書の冒頭部分を書いたのは、資料でいうと一番最後になりますけれども、参考文献で挙げておきましたが、京都大学の先生、憲法の先生でありました佐藤浩二教授という、佐藤浩二先生という方がですね、ここは、まあ、頑張って書いた、あるいはかなりの影響を行使して書いたというところになるわけです。でもう一人、もちろんこの会議には関わっておられませんが、同じ世代の研究者で、これは東京大学で憲法を長年教えられた方として、樋口陽一先生のお名前を挙げておかれました、おきました。でこの佐藤先生、樋口先生の世代の研究というのは、我々若い世代の憲法の研究者に非常に強い影響を与えているわけですけれども、そこで示されているのが、そのお二人の研究に代表される憲法の理解ですね。日本国憲法は人権の尊重とか民主主義といったものを保障して、あるいは法の支配を保障すると。でその背後にあるのは、この個人の尊重という日本社会でしばしば忘れられがちなというふうに、その世代の先生方が捉えた、その個人の尊重というものが非常に強く打ち出されていると。でそしてそのですね、でもう最初の1点目に言った、この過去を現在の意識に基づいて再構成していくという観点から見たときに、この文章はその第一段落と第二段落が本当に整合しているんだろうかというのは、これは必ずしもわからないところですね。その第一段落でこう日本の過去と、とりわけ明治維新以降の近代国家の形成のプロセスというものを挙げ、そしてこの第2段落ではこの個人の尊重という、このグローバルスタンダード、別に日本に限らないグローバルスタンダード、そしてそれを体現するものとしての日本国憲法というものをこう結びつけて、そしてそういうものとしてこの国の形というものを再構成しようとしていると、これ決して自明ではない文章であるわけです。でそれがこの国の形という言葉には、こうこの連続講義である、連続講義のメインテーマであるこの国の形という言葉には付着しているんだと
そういうことだけをここではまず確認しておきたいと思います。でさて、でここもう少しいろいろ言いたいことがあるのですが、次に行きたいと思います。3ですね。で今までのお話からもお分かりいただけると思うんですが、この国の形というのは決してこう前もって決まっているものではないと。例えば過去から連続した現実現在というものと、それから例えばグローバルスタンダードであるとこの憲法規範の内容といったものの融合ないしは緊張関係というものがあります。でそれから先ほどの文章にもあったその個ないし個人と国家あるいは私と公というものの間の連続ないし緊張関係というものがやはりこの言葉には入っているわけです。でさらに言えばそこでは当然これが変化すると、それもただ変化すると成り行きで変化するというだけではなくて意識的に変化させられる、変化する部分、無意識のうちに変化する部分もあれば意識的に過去を再構成することによって変化すると、まあ、こういった側面も両方あるわけです。非常に複雑であるわけです。でその観点からしますと、よいしょ、このですね、事前に皆さんのところに多分この講義を取る際に皆さんが参考にされたであろうこの学術俯瞰講義というところのこの右側の一番最初のこの講義の簡単な紹介の部分ですね。でこれによりますと憲法を変えたいと思う人は現在の憲法に示された国の姿に違和感を抱く人たち、それとは異なる日本のイメージに共感を覚える人たちのはずです。人に国柄が人柄があるように国にも国柄があります。日本の国柄は過去どのようなものだったのか、現在の日本の国柄はどのようなものかと、うんぬんうんぬんとあるんですけれども、これ連続講義引き受ける立場の人間はそういうこと言っちゃいけないかもしれませんけれども、やっぱり若干違和感があるわけです。何かもう国柄というものがある、我々とはもう関係なく何かあるというような前提で何か話が進んでいるような気がするわけです。そうではないと。第一にそれは決して固定的なものではないはずです。それからもう一つはそれを憲法の中にそれがどこまで示されているのかどうかと、日本国憲法という一つのテキストの中にどこまで示されているのかと、そういうことについてのなんていうかもともと問題意識はなくて、もともと憲法の中にも国の姿国の形があるんだと、こういう感じ、こういう印象を受けるわけですね。そうではないと、まあ、そういう意味でこのシリーズ講義シリーズの中でちょっと浮いた話をするかもしれませんが、まあ、そういう問題が実はこの最初の冒頭にはあるんじゃないかというお話を残りの時間で実際にはすることになります。で残り具体的に何をするかということですが、そこで、まあ、憲法が全く国のこの国の姿と関わりがないというわけではないけれども、全面的にそこに書かれているというものではなければ、ものでもなければ、あるいはどこかも一瞬に固定されているものでもないと、こう考えるということの手がかりですね。そこから先のことを考える手がかりを比較、具体的には2つの国、合衆国憲法、それからボン基本法、ドイツですね、この2つの憲法とその運用の中からちょっと考える手がかりを集めてみたいということでここに挙げてあります。でなぜこの2つかというと、ですね、これは私が勉強したちゃんと勉強したことがある、まあ、ちゃんとかどうかしませんがしたことがあるのはこの2つだという極めて個人的な理由が大きいんですが、まあ、あえてそれを理屈で説明するとこういうことになります。で合衆国憲法は、まあ、現在打倒している先進諸国の憲法の中で、まあ、最も古い憲法の一つで、しかも先ほど言った立憲主義グローバルスタンダードの憲法を代表するものだと考えられ、でそして日本国憲法に強い影響を与えているということで、まあ、これはアメリカを持ってくると、アメリカを参考にするというのは当然だろうと思います。でもう一個、ドイツのボン基本法ですね。でこちらはもともとドイツの憲法であると、そしてドイツの憲法は、大日本帝国憲法にこう強い影響を与えたということで、もし日本国憲法以前のこの国の形、あるいは日本国憲法以降のまだおそらく日本社会あるいは日本という国に残っているだろうこの国の形に影響を与えた、そのドイツという国で第二次世界大戦で日本と同じように敗戦の後作られた憲法ボン基本法というものがどのように運用されてきたかということを考えることは、日本国憲法とその運用を考える上で、まあ、かなりの手がかりになるだろうということでこの2つを挙げたと、まあ、そういう理屈です。そういう説明をするということです。でただですね、この
先ほども言いましたけれども、それぞれについて真面目に話をしようと思うと、これは4単位で1年間授業しなきゃいけないということで、皆さんがどんどん帰っていくということになりますので、それはしません。でそれから、それこそアメリカではどうだとかドイツではどうだという話をしようとするとですね、そんなに私もそこまでちゃんと勉強してるわけではないので、それはむしろこの駒場にいらっしゃる比較文化の先生方が大変そういう研究はいろいろな形で政治、法、思想、歴史、いろんな観点からされているわけです。そんなことをお話しする能力はないです。それからもう一点重要なのは、アメリカではどうだからこうだとかですね、ドイツではこうだからこうだという議論が日本で非常に多いですね。よく出羽の神と、ドイツではと、アメリカではと言ってこう言われるやり方ですけれども、あまりこうそういう議論のやり方はそれほど生産的ではないだろうと思います。安直にアメリカに学べとかドイツに学べとかですね、アメリカでは年中こんなふうなことやってるんだから日本でもこうすべきだとか、ドイツでは年中憲法改正してんだから日本もそうすべきだとかいうふうな議論っていうのは、これは短絡単純であるわけです。これはちょうど先ほどお話しした日本という国の歴史というものが単純ではないと、むしろ現在の観点からどうやって意識的に再構成して我々のものとして受け止めるかというのと、やはり同じ問題が外国というものを見るときも言えるはずです。やはり日本と、あるいはこの場合で言いますと日本国憲法の運用というものを考える上での一定の観点から、そのそれぞれの国の現象というものを見て理解すると、まあ、そういう作業になるわけです。でこれからの話は、その憲法の制定それから改正もありますけれども、むしろその憲法典というテキスト自体をいじらないまま、その運用でどのようなことがなされているのかということにむしろ力点を置いて見てみたい。でそれからその運用を担っている政治それから裁判所と、そこに着目したいと思います。で本来であれば一番最初の講義概要で予告した通り、それこそ国民意識だとかですね、あるいはマスメディアとかそういったものも考えなきゃいけないのかもしれませんが、ちょっとここでは時間の都合上、あるいは私の能力上省略したいと思います。で4でアメリカでございます。でその憲法なんですけれども、これは先ほども言いましたけれども、現在の憲法としては非常に古いものということで、1788年に制定されました。でまあこれは皆さん世界史でよく勉強されていることだと思いますけれども、まずはそのアメリカがイギリスから独立するという独立戦争があったと。でそして独立した13の州が、まあ、連合規約というものに基づいて、まあ、ある種の連合国家を作ったと。ただこれでは実際機能しないということで、連合規約の改正をしようと思っのために集められた代表者が、まあ、いわば勝手に暴走しまして、より完全な国家を作ろうということで、新しい憲法草案を作り、でそれを各州が、まあ、批准したという形で、今のこの合衆国憲法というものは作られているわけです。でその基本的な姿勢は、連邦政府というものを組織し、それから連邦と州の関係を定めると、それが憲法の基本的な内容ということになります。まあ、まさにこれは憲法が作り出した国家が合衆国憲法であるわけです。でそれから憲法の改正について言いますと、これ両議員というより両院と言った方がいいですね。連邦の上院会、連邦議会の上院会員の3分の2の多数決で、発議し、それから4分の3の州の承認が必要であるということで、これかなり厳しい憲法改正の手続きということになっています。でこの手続きをクリアした改正は、まあ、27あるんですけれども、そのうち1番目から10番目の基本的人権、表現の自由などに関わるような規定は、これは1791年に、まあ合衆国憲法ができたのとほぼ同時に、もう一体をなすものとして、そういうもの、そういう意識で作られ、発せられたものですので、実際にはこう220年ぐらいの中で、まあ、実質的な修正は17ぐらいと、まあ、そういうことになります。でそれからこれもアメリカ史に詳しい方であれば知っていることです。その重要な政治問題、その220年間の合衆国の歴史の中で重要な政治問題の多くが、まあ、そのほとんどが同時に重大な憲法問題でもあったということになります。でそこにバーッと挙げておきました。であまり細かいことはここで言ってると時間がそれぞれなくなりますので、まあ、1個だけ、触れておきますと、まあ、これも皆さん世界史でおなじみ南北戦争ですね。南側の諸州は奴隷制度を採用していたと。で北側の諸州は奴隷制度を取らなかったと
いうことで、その南北でこの南の州が独立して、独立を宣言して、まあ、リンカーン大統領の下で、市民戦争、南北戦争になると。で最終的には、奴隷制度の廃止を宣言した北部の諸州が、まあ、勝って、で南部をこう制圧し、でそしてそれを軍政の下でに置いたままこう合衆国憲法を改正するということになります。でこのあたりは昨年、オスカー候補になりました、映画のリンカーンで、まあ、特にこの第13州制を作る時のリンカーンの苦労がこうビビッドに描かれているところです。でしかしながらですね、ここに挙げてむしろ重要なポイントは、ここに挙げた主要な争点、重要な政治問題のうち憲法改正というやり方で決着をつけたと言えるのは、まさにこの南北戦争、奴隷制度の廃止関係ですね、だけですね。でむしろこの合衆国憲法の修正によって奴隷制度を廃止した後も、実際社会の中でそこにあるように人種差別はさまざま残って、それをどうするかということが、まあ、20世紀の半ばから、まあ、現在に至るまでなお大きな争点であり続けているわけです。でしかも改正によって決着をつけたといっても、先ほど言いましたように、これは南部が軍政のもとに置かれたまま憲法改正をこういわば勝者の裁きみたいな感じですね、北部主導で改正したものですので、まあ、そういう意味では憲法の制定も憲法の改正も決してきれい事でみんなが集まって熟議の結果できたと、こういうものでは話もない、むしろ激しいこう政治変動の中で行われているものだということを確認しておきたいと思います。よいしょ。でそこでということです。制定と改正はそれほど重要でないといったときに、次にむしろ運用の方を見てみたいのですけれども、まあ、あまり歴代大統領数えてもしょうがないですが、その運用の主たる担い手としてまず考えられるのは大統領ですね。第二次世界大戦以降で言いますと、これは12名の大統領がいると。でこれ第二次世界大戦以降ということを言いますのは、後で日本と比較するためなんですけれども、12名の大統領がいると。でそれから、まあ、民主共和の二大政党制が、まあ、現在のところ、まあ、安定的に運用されているということになります。まあ、これらがあの主要な憲法の担い手の候補ということになるわけですけれども、これ実際にはですね、こう大統領あるいは二大政党が憲法の運用において、まあ、決定的に重要な役割を果たしているかというと、もちろん重要なんですが、必ずしもそうではないですね。と言いますのは、非常にもともと連邦政府の権限というのはもともと限られていると。でそして大統領と議会の間の関係というものが、これ必ずしも同じ党派同じ政党が両方握るとは限らない。よく日本で衆議院と参議院のねじれが問題になりますけれども、むしろ恒常的ににじれが起きやすいわけですね。で例えば大統領が共和党で議会民主党が支配しているといったような分割政府のことがあると、まあ、アメリカの政治はパタッといろんな問題が決着がつかずに止まってしまうと、むしろ止まってしまうことが当然あると考えられているわけです。で実は私この授業をするためにですね、アメリカのいろんなところのですね写真を撮ってきて、こうパワーポイントで写したらかっこいいだろうなと思って、ワシントン DC に5月6月かな、アメリカワシントン DC に行ったんですけれども、いろんなですね見どころですね、連邦議会を開いたんですけど、連邦最高裁判所とかですね、ホワイトハウスとかですね、みんな閉まってました。でなんで閉まってたかというと、オバマ大統領と共和党を率いる連邦議会の仲が悪くてですね、まあ、一般にフィスカルクリフと言われてますけれども、財政危機があると。財政危機でいろんなところを基本的に経費を削減するために本当にいろんな施設を閉じちゃうんです。日本ではなかなか閉じないですけど、アメリカですから勝手に閉じるわけです。でそうするとなかなか入れないとか、入れてもですね外からしか見れないとかですね、なんか工事が途中で止まっている、そういったような状況なので、写真を撮ってきたんですけれども、あんまり見栄えしないということで、今回写真なしと。写真なかったのは民主党と共和党の仲が悪かったからだということで、皆さん今日の授業は勘弁していただきたいと思います。でそこでということですが、そこででも変ですが、実際にアメリカの憲法の運用で非常に重要な役割を果たしてきたのが、そこにあるように連邦最高裁判所です。で第二次世界大戦以降、38名の判事たちがまあ入れ替わり、9人の定数からなる最高裁判所を構成してきました。でまあ、そこにいろいろなことを書いてあるんですけれども、
まあ、要するにあの連邦最高裁判所は1803年に自分で法律を自分たちは合憲性を審査してそれを違憲という権限があるんだということをまあ宣言して以来、これは昨日ですね、おとついだ、おとついあの連邦議会の資料でちゃんと調べたんですが、その176の連邦の法律を違憲と判断してきております。でこれ連邦制の国ですので生活に密着した法律はむしろ州に多いものですから、州の法律も相当数違憲にされていますので、実際にはかなり多い違憲判断をしてきたということになります。でそしてこの連邦制最高裁判所の意識というものを非常に代表していると思われるのがですね、初期のこの非常にアメリカでは尊敬されている法律家であるジョン・マーシャルというこの最高裁判所の長官の有名な言葉ですね。この合衆国憲法というのは一見こう連邦制について定めてたり断片的に人権条項を置いてたり、まあ完全な憲法じゃないように見えるけれどもそうじゃないんだと、将来にわたって効力を有し人間社会のさまざまな危機に適応しているように意図されているそういう文章なんだと、そしてそういう文章の解釈を自分たちが握って運用しているんだと。で具体的に言いますと、連邦と州の間の権限関係についてこの憲法は連邦政府に強い力を与えようと思って作られた憲法なんだと言って、こう連邦憲法を解釈してその最初はほとんど権限がなかった連邦にこう強い力をこう裁判所が認めていった、それで今のようなアメリカになってきたわけです。この連邦最高裁判所が主要な憲法の担い手であるということになります。非常に強い力を持っておりますが、ただ何度か危機にこの連邦最高裁判所も見舞われています。で例えば南北戦争の本当にきっかけだったのかどうか分かりませんが、少なくとも一つの流れを作ることにこの連邦最高裁判所は関わっています。で具体的に言いますと、奴隷制廃止派とその奴隷制維持派の間のこう政治的な妥協の産物をこの連邦最高裁判所がですね、ドリッド・スコット判決というもので潰してしまったんです。そうするともうこれ妥協が不可能だということにいう流れをこう作り出してしまった、少なくともそれに加担したというようなこう有名な一例があります。で実際に南北戦争の間リンカーン大統領はもちろんあの法律家でもあり、まあ、現在でも非常に尊敬されている大統領ですけれども、連邦最高裁のこう判決指示というものをこうしばしば無視して南部の諸州と戦争したと、まあ、その意味では連邦最高裁の権威というものをこう踏みにじった、そういう大統領でもあるわけです。でこのことは映画リンカーンの中でも適切にある議員の発言という形で表現されていました。あるいはですね、そこに挙げてある1937年の憲法革命というものですけれども、そのアメリカがその第二次世界大戦の前の大恐慌の時代にルーズベルト大統領がさまざまな社会改革立法を行おうとしたと、それをこの連邦最高裁判所が立て続けにこう違憲と判断したことがございます。でこの時には激しいこう政治的な対立、大統領とあるいは大統領を支持する議会と裁判所の間の激しい対立になりまして、で最終的には大統領がもうそんなことをするのであればもう裁判所の中に手を突っ込んで変えてやると、で具体的には自分を支持するような法律家をどんどん裁判官に任命して、そのことによって裁判所の構成を変えて、裁判所を自分の言うことを聞かせてやるという強い姿勢を取ろうとしたと、コートパッキングプランと言われるものがありですね、そのことで、ありげんいうと最高裁の判事の中でビビった人がいて、で、最終的にこうルーズベルト大統領の改革立法というものが認められるようになると、そういったですね、そういった危機に連邦最高裁もこう見舞われてきたわけです。でただその後も連邦最高裁は強い権限を持ち続け、例えばそこに挙げてあります1954年のブラウン vs ボードオブエディケーションでは、その教育の分野におけるその人種差別というものの撤廃に非常に強い意欲を示して、世論のこう激しい対立の中に自ら身を投じていくことになると。あるいはその下に、例えばロータ・ウェイドというのは、これは堕胎を認めるか認めないかというようなことについて堕胎を認めた、女性の自己決定を認めた判決ですし、これは皆さんもご存知かもしれませんが、ブッシュ大統領が大統領に選ばれる際のこう投票の数え直しの問題について、かなりこう共和党側に有利な判断をしたのではないかと、
党派的なこう姿勢が疑われるようなこう判決を出したりしたと。あるいはアメリカで現在主要な争点になっている銃規制の問題であるとか、あるいは政治資金規制の問題、同性婚の問題と、そういった問題についてもある時にはリベラルな方向で、ある時にはまあ保守的な方向で判決を出すと。でその背後にはその裁判官たちがまさにこう保守的な、大統領に任命された保守的な裁判官と、それから民主党系のリベラルな裁判官というものの間でこう激しい綱引きをする結果、まあ非常に重要な憲法問題、あるいは憲法の運用についてまあぶれながら重要な決定を下してきているということになります。でもちろん、まあ、大統領議会がそれほど担い手として強く、もちろん重要なんだけど強くはないと、最高裁判所が非常に強いというお話をしてきましたが、もちろんそれだけではないですね。まあ、市民の中でも例えば公民権運動というものが盛り上がった結果、1964年にその社会の中での人種差別の撤廃に大きな役割を果たすような法律ができるということもありましたし、女性の権利運動といったものもそうです。そのトクビルがアメリカのデモクラシーという本を19世紀に書いていますけれども、その中でアメリカっていうのはフランスと比べて裁判所司法が強いと、でそれ以外にもこう自発的な結社アソシエーションが次から次へと生まれてきて、でそれがさまざまなこう民主主義を担っているということを言ったことは非常に有名な例ですけど、話ですけれども、その連邦最高裁はやってることは自らこう社会的な価値観が対立するような問題について判断を下すという側面もありますけれども、むしろそれよりもですね、そういったこの自発的な結社が次々と生まれて、それによってこう激しくこう世論の中でいろんな対立が起きるというその仕組みを保障している、とりわけ表現の自由を保障するということによって保障していると、まあ、そういったそういう動態的な憲法の在り方をこう連邦最高裁は根本的に担っていると考えることができます。であるいは何かこう社会の中で対立がある問題に最終的な決着をつけると、例えば同性婚を認めるというような判決を出す場合であっても、それがこう社会の多数派のこれが絶対大事だと思うような価値から極端に離れるような判断というのはほとんどしないと。でした場合には先ほど言った憲法革命1937年のようなですねことになったり、あるいはこう南北戦争になったりということになるわけですね。でむしろ裁判所がその大きな社会のトレンドというものをこう自らこう判決という形でその憲法の上に反映させていく、あるいはその仕組みを保障しているといった側面がこうアメリカでは非常に強いんではないかということが言えると思います。これでアメリカ終わりかと言われると本当はアメリカ憲法の人に怒られますけれども、もう時間がありませんので次ドイツの話をしたいと思います。で今度はドイツの憲法は随分新しく、これは1949年、まあ、日本国憲法とちょっとほぼ近い時期に作られたものです。でこれもともとそのドイツはこう、まあ、あれですね、あの今でいうと東ドイツ、そのプロイセンという、まあ、非常に王様の権限が強いと、そして王様を支える官僚や軍隊の権限が強い国がありまして、それを中心にドイツ帝国あるいはワイマール憲法時代のドイツというものは成り立っていました。でところがこれが皆さんご存知の通り第二次世界大戦でその東ドイツはソ連のもとに、それから西ドイツの部分はアメリカ、イギリス、フランスのもとに置かれると。でそしてこの東側共産主義ブロックと西側自由主義陣営の間の仲が悪くなりまして、結局この西側のアメリカ、イギリス、フランスの方で今自分たちが占領している国を独立の一つのドイツの国家としても分離して独立させてしまおうという、まあ、非常に強い国際的プレッシャーのもと、しかもこれまでのドイツの中心であったプロイセンを抜きにした形で、まあ、いわば非常に人工的に作られたそういう国家が今のドイツの元になっている西ドイツであるわけです。そしてこの西ドイツを作ったのがそのボン基本法という憲法です。で本来憲法なんですから、これ憲法と名乗ればいいんですけれども、ボン基本法という言い方になっているのはこれはあくまで、基本法であると、憲法ではないと。憲法というのは東西ドイツが合体したときに新たに一つになったドイツ国民が作るものであると。でそれまではこれは暫定的な憲法であると、こういう意識で作ったものということになります。でその中身を見ますと、その作った人たち
ドイツ人の意識としては、その1848年のこうヨーロッパで革命騒ぎがかなり盛り上がった1848年ぐらいのですね、フランクフルト憲法というかなりリベラルな内容の憲法があります。実際にはこう施行されることなく終わってしまったんですけれども、その憲法の伝統、それからその当時最も民主的な憲法だと言われた、しかしナチスによってこう合法的な革命によって活動停止してしまった1919年のワイマール憲法と、そういったこう自由で民主的な憲法秩序の流れを組んで作った憲法だと、まあ、非常にこうよくドイツでは西側という言い方をするが、ドイツが西側という時にはこう大体アメリカ、イギリス、フランスのことなんですけれども、その西側の憲法の価値というものの中にこう自らを引きつけると、まあ、これは当然西側ブロックの中でこう西ドイツというのができたから当然なんですけれども、まあ、そういう憲法ということになります。で、他方これはもういわばこう国家が分裂して西側にできたのが西ドイツであると。そして東側でソ連が共産主義国としての衛星国としての東ドイツを作って、国家が分断され、民族が分断され、いつ戦争になってもおかしくないと。それも内戦ではなくて、自由主義陣営と共産主義陣営が世界戦争をするときには、これドイツが間違いなく前線になると。でそしてベルリンの壁も後に作られるというような状態ですから、その共産主義と非常にはっきりと戦うんだという強い意識がこの憲法には実際に見て取れるわけです。だから政党を禁止すると、全体主義的な政党を禁止する、あるいはそういうことを衝動するような有力な政治家あるいはデマゴーグみたいな人に対してはその基本的人権を制限するといったようなことも当然あり得るという強い姿勢で、この憲法は作られています。ただ実際にはそういった部分は、このいわゆる戦う民主制といわれる部分はそれほどには機能してこなかった、それほど使う必要がなかったという事実がございます。以上がそのボン憲法の制定ですね。まあ、非常にこれも非常に強い国際的な圧力のもと、まあ、国家を分裂した状態で、しかしグローバルスタンダードな内容の憲法を作ろうとしたと、そういうものだという点だけを確認しておきたいと思います。で次に、基本法は改正されたと、どう改正されたかということです。でこれ見ますと、連邦議会と連邦参議院の3分の2だけで憲法改正ができると。日本国憲法と比べると国民投票がないので比較的簡単に見えるわけです。でそしてこれ見たことかと、もうこれまで59回も改正していると。だから憲法改正の時に国民投票をなくせばいっぱいこう憲法改正できるんじゃないかと、ドイツがそうじゃないかと、まあ、そういう議論が時々出てくる、これは背景になるわけです。でただそうなるにはそうなるだけの理由がありますということで、ですね、何ページか戻っていただきたいんですけれども、3というところですね、憲法の運用という4ページのところですけれども、これ憲法の条文というのがどんだけ分量あるかということの比較です。でこれに持ってきましたのは、この岩波文庫から出ている審判世界憲法集第2版というので、これ世界の憲法の主要な国の憲法のこう日本語訳が収められているものです。でこれによりますと、日本国憲法103条28ページ短いですねと。で合衆国憲法はこれ42ページあります。でこれに対してボン基本法ですね、111ページあります。基本法といってこれ暫定憲法だと言いながら、これ非常に長い、まあ、要するに非常に細かいことがいっぱい書いてあるわけです。これさすがドイツ人と、こういう感じですね。でそういうものですから、細かいことがいろいろ書いてあるものですから、これ年中改正しないわけにはいかないわけです。でそれからもう一点重要なことは、次のページにも時間の都合上行きたいと思いますが、よいしょ、8ページですね、スライドで言うと8ページですが、の2番目のポイントですね、この議会の選挙、連邦議会の選挙は比例代表制です。でそしてこの国はそのキリスト教の価値観を比較的強く掲げる CDU/CSU という政党ブロックと、それから社会民主党、これを二大政党を中心とするこう政党国家です。で比例代表制であると、そして政党国家であると、政党の基盤というのがしっかりしている国であるということになると、どうなるかと言いますと、まあ、最近のこの間の選挙のドイツの選挙の結果が示す通り、どっちも過半数取れないんです。他の有力な政党と組んで連立政権でようやく過半数を取ると。具体的に言いますと、この間はつい最近この CDU/CSU
メルクル首相を中心にそのもう一つの対立する政党である SPD の間で大連立を数ヶ月かかって組み直して、それで政権を運営するということになったくらいですね。もちろん政党の基盤が安定しているといっても、こう新しいこう社会の価値観、利益というものを反映する形で、まあ例えば緑の党が80年代にこう登場して、まあ現在では確固たる地位を占め、スペイで社会民主党と連立政権を組んでいたということもあります。でやや話がその憲法の運用の方に流れましたが、そのように比例代表制で強い政党が4つないし5つあるという国家の下で、連邦議会で3分の2の多数を取るというのは、憲法改正のために必要な3分の2を取るというのはどういうことか、これはもう皆さんお分かりですね。主要な政党、少なくとも2大政党がこれは憲法を改正しようということで内容に合意した、そういう場合にだけ憲法が改正できるということになります。逆に言えばそれだけ政党の間に、まあプラグマティックといいますか、責任感を持ってお互いに妥協しようという意識がまあ強いということの、これは表れでもあるわけです。そういう憲法の運用に対する責任感があるということでもあろうと思います。でもう一点だけ言えば、この連邦参議院というのはですね、これは日本の参議院とは違いまして、各州の政府が代表者を送り込んでいる、来る、そういう議会、会議体です。ですから、まあ、例えばこう CDU、CSU 中心の政権がドイツのナショナルレベルではできていると、ただ州レベルでは SPD が強くて、その結果連邦参議院は SPD が支配しているという、まあ、アメリカの分割政府みたいなことが、まあ、これもよくドイツで起こっているわけです。逆に言えばなればこそ、この2大政党の間で基本的な価値観で一定程度対立する部分、選挙で白黒つける部分と、憲法の運用という点でお互いに合意して、その延長線上で、まあ、細かい憲法の改正をするということも、まあ、しばしばあるという、そういう仕組みになっているということになります。でもう1ページもう1回戻ってですね、でそういうわけで59回改正が行われているんですけれども、まあ、かなりの部分は大政党が合意して、まあ、細かいことを直していると。でもちろん大きい改正もいっぱいやっています。例えば再軍備第7回の1956年であるとか、非常事態法制の整備であるとか、でそれから、まあ、東ドイツを最終的に九州合併すると、で新しい憲法を作るんじゃなくて、ボン基本法のまま旧東ドイツを取り込むという形でドイツ統一を成した1990年のドイツ条約、それから現在の EU ですねの中にドイツが入るという場合のものとかですね、まあ、こういった主要な改正を見ますと、細かいこと以外はこれは国際情勢の変化、あるいは外交に関する重大な問題について、まあ、要するに国論を統一して憲法を改正すると、そういったようなことが大改正と内容を成しているということが言えます。それがまた次に8ページに移りますが、今度もう一度また憲法の運用に戻ります。で、西ドイツ建国以降、総理大臣は8人だけです。で、これは政党国家の下で、そう簡単にこう内閣が潰れたりしないようにということで苦心した仕組みの表れで、8代の首相がいて、まあ、首相というよりは本来宰相といった方がかっこいいですけれども、まあ、首相がいると。そしてそれによって、まあ、かなり強力な国家運営がなされてきたところです。で、まあ、政党が強く、それから憲法改正も何度もやっているという意味で、アメリカに比べますとそういう政治が憲法の担い手であるという意識はかなり強いと思いますが、やはりここでも違憲審査権を持っている、これは連邦憲法裁判所というところがだんだんやはり憲法の運用のもう一つの主要なパートナーとして登場してくるということになります。で、まあ、見ていますと、でこれがもともと私 の助手時代の研究テーマでいろいろ勉強したんですけれども、もうだいぶ忘れてしまったんですけれども、アメリカに比べると、まあ、比べてもいけないのかもしれませんが、まあ、ラフな比較をするとかなり積極的な機関ですね。アメリカは220年ぐらいかかって176ぐらいの連邦法を違憲としたんですが、連邦憲法裁判所はこれまでだいたい60年の間で468の連邦法律を違憲と判断しています。まあ、ガンガンやるということですね。で、ただこれガンガンやる理由はやはり単に憲法裁判所がアメリカより積極的だからというだけではなくて、そもそも憲法に細かいことがいっぱい書いてありすぎると。
でさらに法律もいろいろ細かいことを書こうとすると、そうするとそのチェックというものが必要になるということで、連邦憲法裁判所のこう役割が非常に大きいという側面があります。でそれから価値観に関する重要な、価値の対立に関わるような重要な決定も連邦憲法裁判所は行うことがあります。例えばそこに挙げた第一次堕胎決定では、そのアメリカではその堕胎を合法化する判決を出して最高裁判所が批判を浴びましたが、逆にドイツでは1975年ほぼ同じ時期ですけれども、まあ、なんとなくやっぱりキリスト教の価値観が強いんでしょうね。その堕胎を制限するような判決を出したんです。正確に言えば堕胎を緩やかにするような法律を連邦議会が作ったにもかかわらず、それを憲法違反と判断したと。その民主的な堕胎を緩めようという決定に対してノーを憲法の人間の尊厳から突きつけてしまったということで、かなり強い批判を浴びた決定を1975年に出しています。で逆にその20年後にはこれリベラルな判決を出したんです。兵士は殺人者だという表現活動をした人について、それが名誉毀損だというふうに多くの法律家が考えているところを、連邦憲法裁判所は兵士は殺人者だというのは戦争反対という意思を表明する一つの表現のやり方なんだと言って、表現の自由の保障の範囲内に入っているということをこう認めてしまったと。でこれはこれでドイツは非常に名誉の保護が強い国ですので、連邦憲法裁判所は何やってるんだと、まあ、強い批判をこう浴びるということになります。これはやはりアメリカの連邦最高裁が出した判決に強い批判があるというのと同じですけれども、ただやはりその後はその批判は沈静化しています。でむしろ連邦憲法裁判所のやってる活動のこうメインストリームを見ますと、例えば大きな社会改革立法ですね、例えば労働者側と資本家側の利害の調整に関わる共同決定法という重要な法律について、まあ、非常にこう国論を二分する戦いだったんですけれども、そしてそれが憲法裁判所に持ってこられてきたときに、裁判所としてはそれについて踏み込んで違憲とも合憲というのではなくて、むしろこう政治でこういろいろ議会でしっかり議論してできた法律なのだから、その議会の判断を我々は尊重するという判断を出して国論を沈静化させると、あるいはその連邦軍を NATO の域外に派遣するというドイツとしては極めて踏み込んだ国際的な判断をするときに、それが連邦憲法裁判所にそういうことができるのかということが問題になったときに、連邦憲法裁判所としてはそれはできないわけではないと、ただこれは政府が独断で決めてはいけないと、議会でちゃんと測ってやりなさいという決定を下したんです。でこれは要するに政府を構成している一方の主要政党ブロック、まあ、この時で言いますと CDU、CSU だけではなくて、ちゃんと野党である SPD ともちゃんと相談した上でよく考えてからやりなさいと、まあ、そういう政治的なインプリケーションを持っているわけです。まあ、こう大きなこう政治的な対立の、憲法政治の対立の調停者、仲裁者としての役割を連邦憲法裁判所はしばしば果たしています。まあ、非常に強力な機関として存在感があり、でとりわけ現在の EU のドイツが存在感を増すにつれ、この連邦憲法裁判所がそういうドイツの EU 政策を認めるか認めないかということは、 EU の成り行き、例えば世界の経済秩序に非常に大きな影響を与えます。例えば今年で言いますと、そのギリシャの、あるいはイタリア、スペインといったような国々の財政危機に直面して、まあ、ドイツがメルケル首相が主導権を取って連邦 EU 全体の経済秩序、財政を安定化させるという仕組みを取ろうとしたときに、別になんでドイツがそんな他の国のことを一生懸命やんなきゃいけないんだというような反対が国内で出てくると、でそしてそういった問題も連邦憲法裁判所が憲法上問題ないといったようなこう判断をしたと。でそれでまあなんとなくこう市場も安心したというようなことが今年もありました。でこのようにですね、見てきますとということですが、やはりドイツはアメリカと違いながら、やはりいくつか違いがありながら、こう憲法がですね、運用によって発展してきたということができます。まあ、非常にこれは朗読者という小説を書いたことで有名なベルンハルト・シュリンクという有名な憲法学者の言葉で、複雑な構成体としての憲法という表現がありますけれども、その自由、民主、法治、法治国家、あるいはこう過去、現在、未来と、あるいは社会国家的な側面、自由主義的な側面、さまざまなものをこう複雑な要素を集めて、それで一つのこの複雑な社会に対応しようとしている憲法に、基本法は政治と裁判所の運用によって成長してきているわけです。そしておそらくこうドイツの中でもですね、
こういった憲法について、まあ、おそらく広く市民に受け入れられている部分が確実にあると考えられています。でそれを強調したのが有名な社会哲学者のこうユルゲン・ハーバーマスの憲法パトリオティズムです。そのドイツというものの国柄論争みたいなものが当時でもドイツでも20年ぐらい前にありました。でその時にそのこのハーバーマスと今これリベラルな哲学者はこのドイツの国柄とかあるいはドイツという国を愛すると愛国というのはどういうことかと、これはそのドイツという国を成り立たしめている某基本法に対する忠誠愛と、それが国家に対する愛、ドイツ国というものに対する愛であるはずだと。でそして某基本法というのは何かというと今言ったような自由主義あるいは民主主義法治国家といったようなそのグローバルスタンダードですね、欧米の基本的な価値というものを体現しているんだと。でそしてそのような本基本法に対する愛国愛というこれが今のドイツにおける愛国主義なんだということを言ったわけですね。で当然これは強い批判があって、それだったら別にアメリカを愛するのとかイギリスを愛するフランスを愛するのと変わらないじゃないかと、そのもう少し民族とかですね国土とか国の歴史とかですねそういったものはどこ行ったんだということで、まあ激しい論争になりですね、必ずしもこのハーバーマスが全面的に勝ったとは言えないのでしょうけれども、ただそういう歴史とか民族とかいう側面を強調する人も他方で、じゃあそういったもの歴史とか民族ドイツ固有のものだけを強調することによってそのグローバルなものを排除するということまでは当然主張しなかったあるいはし得なかったと、まあ、それはある意味で当然のことということができるだろうと思います。で次のページ9ページをご覧ください。ちょっと駆け足で簡単なまとめですけれども、まあ、いくつかポイントをまとめておきたいと思います、まあ、一つはこれ憲法はこれは不満の大点ではないというのは別にアメリカドイツの例を見てもこれおそらく明らかだろうと思います。で憲法それ自体が政治の運用の中でこれ自体争われ場合によっては変わり得るものだということはこれは否定しがたい事実だろうと思います。で他方憲法はですねよく立憲主義という場合こう憲法というのは政治を制限するんだという側面だけがもっぱら強調されるんですけれども、これは必ずしもそうではないと、むしろ政治の方向づけ指針となったりですねその政治過程を整えるとそういった意義を持ってきていると持っていると、そしてそれを例えば裁判所が憲法の運用という形で担うことがあると、アメリカであれドイツであれそうであるということができるだろうと思います。でそれからまあアメリカ由来のですね、まああるいはアメリカがそれを体現している法の支配であるとか基本的人権の尊重民主主義権力分離といったようなこのグローバルスタンダードな基本的価値というのはそのアメリカだけではなくこれドイツにおいてもまあ重要され広く市民において重要されあるいは政治の運用の指針となっているということもできるだろうと思います。それから最後それ憲法の運用においてまあアメリカははっきりしていますがドイツでもその裁判所の役割の大きさというものが見て取れるだろうと思います。でその結果ですね、まあ、しばしばこう政治過程というものがこれさ自分たちがこういう法律を作っても裁判所に行ったらどうなるんだろうと、だからということでこの法律についてちゃんとした法律の合理性を支える事実立法事実はあるんだろうかといったような議論が細かく行われると、まあ、ある意味で政治が放火する裁判官が放火するという側面もあり、逆に言えば裁判所あるいは法の在り方が非常に政治の強い影響を受けるというようなことが、まあ、どうしてもこれは起こらざるを得ないと、でそれが現代の多くの国民主主義国における、まあ、成り行きであろうと、そのこと自体は別に何ていうか法が政治によって汚されるとかですね政治がなんか法律的なものばっかり言われることによって政治がなんかこうダイナミズムを失うとかそういう話ではないだろうということになります。よいしょ。で時間がありませんのでその先に行きます。で日本国憲法今までの議論からですね安直に方向性を導いてはいけないのですが、少し日本国憲法の運用についてポイントになるところを考えておきたいと思います。でまずそのこれまでもアメリカドイツについても制定それから改正運用というその3つ見てきましたが、まあ、日本国憲法まだ改正されていませんのでこの制定の部分ですね、で、まあ、日本国憲法の制定過程についてはまあこれが GHQ による押し付け憲法かどうかとかいろいろな議論がありますが、むしろここでは中身に着目したいと思います。でそうするとやはりこれは要するに大日本帝国憲法体制がありそしてそれで戦争をしそしてまあそのことを最終的にはこう敗戦につながったと
というですね、これ長谷部先生の言い方で言えばこう憲法秩序同士のぶつかりの結果大日本帝国憲法が負けたということに必然的に伴うですね、まあ、要するにグローバルスタンダードに日本という国家が服するという意味でのこう転換があったわけです。でそれは日本国憲法で言いますと、これは国民主権の採用であり、あるいは平和主義であり、それからまあ国家神道からの政教分離であり、それから大日本帝国憲法下においてその内閣というものが非常に弱かった、政党内閣というのが弱かったということに対応して、まあ、基本的には全ての意思決定を国会で行い、そしてその国会の意思決定というものをこう方向づけるのは内閣であるという形でですね、まあ、その国会内閣と、そしてその背後にいる国民という民主主義の政治プロセスの外側にあんまり余計な機関を作らないと、昔の大日本帝国陸軍参謀本部とかですね、海軍軍令部みたいなものを作らない、あるいは元老みたいなものを置かないというやり方で、まあ、かなりこう責任の所在をはっきりさせる、そういう政治システムを日本国憲法は採用したと。この辺に大日本帝国憲法体制からの違いというものがいささか現れているわけです。ただその憲法典レベルでもですね、その天皇制というものを維持すると、まあ、象徴天皇制に変わるという側面はありますが、主権者であった天皇から象徴である天皇に変わるということもありますが、実際の運用において、まあ、かなりの部分同じ昭和天皇が続いたということもあってですね、その実際にはその国柄は変わってないんだというようなですね、まあ、議論が憲法制定時にもなされましたし、あるいはその大日本帝国下において、あるいは第二次世界大戦、それから戦後復興などに主要な役割を一貫して官僚制が、まあ、とりわけ東京大学出身者がですね続けてきたと、まあ、そういう意味でのその行政のあり方というのはずっと連続してきたと。でそれから、まあ、戦前からそうですが、その共産主義と、あるいは共産主義諸国というものに対する警戒感というものが戦前から戦後を通じてずっと一貫して連続してきたと、まあ、その憲法の運用にそういった側面、連続の側面というものも非常に強かったということができます。で、まあ、具体的に見ますとというところで、これはもう日本政治史みたいな話ですのでざっくりいきますが、やはり外政的な、あるいは日本という国を取り巻く環境としていえば、やはり東西冷戦で日本はアメリカの核の傘の下、自由主義陣営の一ブロックだったと、まあ、典型的に日米安全保障条約があるわけです。しかし日米安全保障条約がある一方で、憲法9条のこう戦力保持という規定は維持すると、でしかし自衛隊は作るということで、一体全体この自衛隊というのは憲法違反かどうかということが日本の政治におけるですね、最も大きな争点の一つ、自民党と社会党、あるいは共産党の間の対立であり続けたわけです。これは事柄の性質上、当然これ憲法問題ですので、まあ、国会において自衛隊は違憲か合憲かと、で自衛隊が合憲だとして自衛隊の許される活動範囲とは一体どこまでなんだということを、まあ、憲法解釈の何において議論すると。でさらに具体的には政府の法律顧問団であります内閣法制局が国会において自ら長官が答弁する、あるいは首相の答弁を準備するという形で、まあ、その部分の憲法解釈だけ非常に大きくこう膨れ上がって、でそしてその例が国会という場でしかも展開されるという、ある種の政治の崩壊を生んだわけです。でそれからですね、まあ、政治として見ますと、これ自民党の一党優位が続き、まあ、そのことにもそうして、まあ、最高裁判所はあまりこう、要するに最高裁判所が違憲判決を例えば法律について出すということは、ずっと万年与党である自民党にノーということなので、それはなかなか出しづらいということだったのではないかというですね、まあ、最高裁判所がアメリカ流の違憲審査権を持ちながらも実際にはほとんど行使しないという時代が、まあ、長く、続きました。で他方ですね、その自民党の一党優位がずっと続いたという割に、これは自民党の中が非常に分権的な、例えばドイツのような強力な政党システムではないと、あるいはアメリカのように政党はこう分権的であっても大統領というですね、こう強力な存在がその政党の中に、あるいは政党の外にいるというのと日本の場合違いまして、まあ、年中あの総理大臣がその自民党の中の都合で変わると、でそのことはもうその自民党が一回政権から落ちてもあまり変わらなかったわけです。まあ、憲法制定以降で言いますと31人の首相がいるわけですね。現在まで31人いると、まあ、アメリカの連邦最高裁判所の裁判官の経験者が38人ですので、まあ、ほとんど同じですね。アメリカの大統領がこの間12人、
ドイツの首相が8人というのに比べると、いかにも年中日本の総理大臣というのは変わるという感じがして、まあ、対外的な発信力という意味ではまあだいぶ弱いでしょうし、まあ、あるいはその官僚制といったものに対するこうグリップも政治の側が強いんだか弱いんだかよくわからないといったようなこう状態が続くわけです。でそれからですね、護憲と改憲が今言ったように、その要するに日本国憲法を改正して、その例えば憲法9条を改正して自衛隊を軍隊として正面から認めようという議論があったり、あるいはそれを絶対に阻むといった護憲の対立があったりというのは、これも皆さんご存知だと思うんですが、むしろ私がここで強調しておきたいのは、これ話としてはどちらかといえばねじれているということですね。つまり主として改憲を主張した側というのは、どちらかといえばいわゆる保守勢力といいますか、まあ、政権にいる側、自民党からよく改憲、憲法改正という議論が出てくることが多かったわけですね。その日本国憲法の元でその日本国憲法の運用になって、そして政治を動かしていると、そのことには一定のプレミアが伴っているわけです。で例えば最後の方では自民党の得票率は大体3割から4割の間ぐらいだけれども、国会においては過半数あるいはそれを上回る議席をその安定した憲法秩序の下で与えられて運用になっていると。でその側がこの憲法は何か問題があると、それも細かいところに問題があるという話ではなくて、根本的なところに問題があるという主張がたまたま出てくると、時折出てくると。で逆にそういう憲法秩序の下で、まあ、ずっと野党にとどまらざるを得なかった、まあ、リベラル派といいますか、あの左派の勢力が、いやこの憲法秩序というのは正しい、この憲法秩序を破壊しようとする政府与党はおかしいということをこう主張し続けると、まあ、何かこうちょっとアメリカやドイツと、あるいは普通の利権主義諸国とはちょっと違ったねじれの状況というものが日本国憲法の運用史の特徴づけているのかなというふうに思います。でそうした中、じゃあ国民はどうだったのかと、これもあの一概にこう国民の憲法意識というものについて簡単には言えませんが、ここでは私が意外と説得力があると思っているのは、この参考文献の一番最後に挙げてあります中央大学の安念先生の表現ですね。日本国憲法の意義と運営という長谷部先生が編集された岩波講座で述べられていることです。で、改憲派にとって日本国憲法というのは何だったか、護憲派にとって何だったかという問題をすっ飛ばして言えば、多くの国民にとって日本国憲法というのは、これは平和とか福祉と、そのなんか自由主義とか 法の支配とかですね、民主主義とかよりも平和と福祉を体現する存在だったなと、そういうものとして日本国憲法というものが、特にもう第二次世界大戦の時に非常にきつい思いをした日本国民の相当数の世代の人たちが、もうコリゴリだと、戦争はコリゴリだと、やっぱそれから非常に貧しい時代でしたので、食えるようにしたいと、食っていけるようになりたいと、そういう、こう平和とか福祉、あるいは戦後復興、そういったものを日本国憲法が体現しているんだと、そういうものとして、なんとなく支持されていたんではないかということですね。でこれがその運用のその1ですが、まあ、こういった運用はですね、その次、11ページですけれども、ちょうど皆さんが生まれたぐらいの頃だろうと思いますが、このあたりから大きく、やはり、潮目が変わってきたと思います。その東西冷戦が終わる、それから国際情勢というものとしてアメリカの極東戦略が変化する、あるいは 9.11 もあると、まあ、それから日本を取り巻く東アジア情勢の緊迫化といったようなものの中で、まあ、やはり日本のこう政治の側から、政治の中から、これはそういった外政的な環境の変化になんとか対応していかなきゃいけないというような動きがいろいろ出てきます。でまあ、1994年の政治改革で、衆議院小選挙区比例代表並立制が導入され、まあ、かなりのところですね、政治を勝ち負けをはっきりすると、白黒をはっきりさせようというようなですね、政治のやり方に変わっていくと、まあ、大きくは二大政党化が進行し、で政権交代が2009年にあったわけですけれども、まあ、その後この二大政党の一翼を成していました、まあ、民主党がご存知のような状態になったりしてですね、現在その政党制というものは非常に不安定になってきています。まあ、憲法政治の担い手というものが今後どうなっていくのかと、また自民党一党優位に戻るのか戻らないのかといったことを含めてですね、これ非常に不安定化しているわけです。それからもう一点重要なことは、そこにいくつか挙げておきましたが、その例えば政治改革に並んで国会の在り方を改革する、でそれから最初に挙げました行政改革会議の最終報告書に基づいて、まあ、行政改革が行われ、内閣、首相、あるいは官邸機能の強化が図られると、で、司法制度改革が行われて、
裁判制度が導入されたり、放送要請制度が変わったり、ロースクールができたりと。で、まあ、私はもっぱらロースクールの方に張り付いて授業をしているものですから、あんまりこういう皆さんの多くの100人を超える前で授業をするのは本当に久しぶりなんですけれども、まあ、そういう改革が行われて、まあ、私の待遇にも変化が及ぶと。さらには地方文献改革も行われると。さまざまな改革、非常に改革という言葉が年中聞こえるわけですけれども、これらによって何がなされてきたかというと、先ほど言ったこの岩波憲法集でいうと、たかだか28ページ の、 その日本国憲法というテキストの下で、その実質的な政治の在り方、民主主義のプロセスの在り方をこういろいろなこうそれを支える法律、国会法であるとか内閣法であるとか裁判所法であるとか地方自治法といったようなさまざまな法律を改正することによって、憲法を変えるよりもはるかに重大な政治の在り方の変容というものが行われてきたわけです。こういった法律のことを憲法附属法と呼ぶことがあるんですけれども、日本では憲法を改正しないで、むしろその憲法附属法を改正するというやり方で、実際のその例えばドイツで言えば憲法改正に相当するようなことをかなり大胆にやってきたということができます。しかしその結果、非常に正当性も不安定になり、今後どうなるのか、政治がどうなるのかという問題が起きる中ですね、ここに来て最高裁判所が非常に違憲審査権を積極的に行使する、あるいは法律を合憲と判断する場合でも立ち入った憲法解釈を示すというやり方で、その憲法の運用の担い手としての多分おそらく自己意識を非常に強めているんだろうと思います。でこれまでの日本国憲法の下での最高裁の違憲判断を見ますと、法律を違憲だと言ったことが9件あると、それ以外に違憲状態だと、実際これは投票価値の平等ですね、一票の格差の関係で大体あるんですが、6件と、このぐらいが大体法律をノーと、あれ実質的にノーといった判決なんですけれども、そのうち2000年以降が実際には7件ですね。非常にこう裁判所がだんだんこう憲法運用の担い手として存在感を増してきているということがあるだろうと思います。でそれからこれはあまりこの例えばこの連続抗議の背後にある問題意識だろうと思いますが、その護憲改憲論議も非常に様相が変化してきているだろうと思います。で具体的に言いますと、昔の出てくる憲法改正案というのは非常にこう復興主義的な、昔は良かった的なですねものが多かったとよく批判されていたんですけれども、最近ではこれはやっぱり国民主権をやっぱり戦後60年経って発動してみようと、でそれによって憲法をこうですね、国民の手で新しい憲法を作ろうという、国民主権を少なくとも理屈の上では非常に強調すると。でこれに対して憲法改正を阻む側は、その例えば憲法9条の改正が良くないとかそういう話もあるんですけれども、それ以上にその憲法改正をやろうとするやり方が、そもそも憲法というのは国家権力を制限するものだというこのグローバルスタンダードの考え方、立憲主義に反する改正になってないかという点を批判するという意味で、要するに日本固有の護憲改憲論議の側面と同時に、もっとこうグローバルな憲法価値をめぐる議論のやり方に、標準的な議論のやり方にある程度変わってきているだろうということが言えるのではないかと思います。よいしょ。で最後8、結びに変えてです。で、いろいろアメリカドイツの例を見、そして日本の憲法政治あるいは憲法の運用の歴史を、それも参考にしながら見てきました。で最後駆け足で3点だけお話しして、この授業の締めにしたいと思います。でこれでからお話しすることは、参考文献で言いますと、私自身が6年前ですね、憲法改正国民投票法ができたときに、ラティオという雑誌で書いたこととほぼ相当しますので、もし興味がある方はそちらをご覧いただきたいと思います。で第1はこの連続不完講学術不完講義の冒頭の講義概要に真っ向から歯向かうようで恐縮なんですけれども、憲法にこの国の形というものを求めることの意味と無意味と、それがあるだろうということですね。日本は現在そのグローバルスタンダードとしての立憲主義諸国の一員であり、そうであり続けるほかおそらくないですね。でそしてそういったそのグローバルスタンダードの部分をある程度反映しているというのが日本国憲法であるわけです。で同時に日本国憲法は非常にこうテキストとして文字数が少なく、かなり弾力的運用に任されている部分が大きいです、ね、でそしてその憲法のですね、
中に従ってこう日本固有のもの古来のものというものがどっか探してみると、まあ、大小天皇制ぐらいしか見当たらないじゃないかというふうな批判が出るのはそれは当然であるわけです。でもう一点言えばそこで見出そうとするこの国の形をその何かこうもともとあるような国柄ですね、人種的地理的文化的歴史的な共同体と昔から変わらずに普遍の存在としてあるようなですね何かというものをそもそも憲法に見出そうとするというのはそもそも現代国家というのがそういうものではないと、明治維新以前の日本あるいは明治維新以降敗戦までの日本と比べて現在の日本国というものの活動は極めて複雑多種多様になっているわけです。それと同じものをこう日本国憲法というテキストの中に探そうとしてもそれはもともと無理なんじゃないかということになります。でその国家の実態というのはじゃあ日本国の実態というのはこれは何かといえばこれは憲法の下で法律を制定しそしてその法律を解釈運用しという形で行われる我々の、まあ、市民もそうですしそれからお役所官僚機構もそうですがそうあるいは地方公共団体を含むようなそういったさまざまなその活動の総体が国家であるわけです。そしてそれを基本的に形作っているのは最終的には法律を含む国家的な意思決定であるわけですけれどもその決定というものの基礎あるいはその決定をしているのが国民だという形で現在の国民あるいは国家の実質というのは構成されるわけです。でこれは昔からあるとかいうものというよりは何か決めようとするという時にその政治プロセスの中でいろんな意見が出てきていろんな価値観の対立が出てきていろいろ議論してすり合わせていく中で例えば政党がマスメディアがすり合わせていく中で最終的な対立となりそれを多数決で決着をつけるとそういう世論と国会の多数決によって国民というのはその都度形成されるそれが国家の実質であるわけです。そしてそのような政治プロセスを作っているのが形作っているのが憲法でありこれがおそらくアメリカやドイツにおいてもそして日本においても要するに立憲主義の憲法というのはそういうものだろうと思います。でそうしますとということですがこの最後に憲法は誰のものかという点をややこう挑発的な言い方を挙げておきました。でもちろんこれ憲法は言うまでもなく当然みんなのものこの国を支える国民一人一人個人それ一人一人にとって憲法は大事なものです。しかし同時にですねこの憲法の運用というものはこれがそれが政治プロセスの在り方に関わるだけにですねこれも、ややみんなというにとって重要だというのを超えてですねその憲法の運用に携わる人たちが政治プロセスをその中で動くと同時にその政治プロセスのルール自体を変えていくと意識的にこうした方が政治プロセスが良くなり全体のために良くなるといったようなですねその憲法の運用に携わる人たちの自覚的な作用としての憲法の変化変容と運用とこれが重要であるということが多分おそらくアメリカやドイツの例からも言えるんではないかと思います。おそらくここにいる皆さん東京大学教養学部で学び、まあ、ある方は法学部に来るでしょうしあるいは経済学部文学部教養学部あるいはさまざまな分野に進みでそこからさらにこれは別に政治家になるお役人になる法律家になるというだけでなくですねさまざまな場面でマスメディアでもあるいは NGO、NPO でも憲法の運用に関わるということがあるだろうと思います。でそうなったときにですね皆さんとしてはできるだけそこでいうこの国の形とかですね国柄というものにですねあまり実体化することなくですね今までの日本の歴史あるいは外国というものをどう再構成して何が良い社会のあり方か良い政治プロセスのあり方かということを考えながらですねその運用に携わると、まあ、そういう一員になってくださればというふうに思っております。ちょっと時間超過しましたが、私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。宍戸先生どうもありがとうございました。時間にして5分プラスありますのでどうぞ質問の方皆さんどんどん積極的にしてみてください。はい、じゃあそちらの方、お話ありがとうございました。質問なんですけれども、レジュメの4ページ目3憲法の運用の合衆国憲法を先生は現在打倒する憲法の中で最も古いと説明されたと思うんですけれどもこの現在打倒する憲法の中で最も古いっていう表現がちょっと気になりましてというのは
もちろん成文憲法としては多分アメリカが古いのかなとも思うんですけれども、例えばイギリスなんかは不分の形でありながら例えば最も古い憲法を持っているんじゃないかなとちょっと思ったんですね。それについてその何をもって古いアメリカが古いと言えるのか、では先生はどうしてそのイギリスを一番古いとおっしゃらなかったのか、そういうところについて説明いただければなと思うのですが。ありがとうございます。非常に的確なご質問ですね。まあ、要するに理由は今答えご質問の中に尽きていて、要するに憲法10という形で一つにまとまったルールとしてはということです。で、特にそれ以上強い意味はなくて、いわゆる立憲主義国の中で一番古い、そしてみんなが参考にしてきた国ってのはどこですかと言われれば、それは当然イギリスですね。ありがとうございます。他に、そちらの方、じゃあ、レジュメの12ページでその憲法にこの国の形を求めることの意味と無意味っていうふうにあって、先生はどちらかといえばその日本の憲法の中にこの国の形はないで、まあ、それは、まあ、日本国憲法自体が短くて、まあ、弾力的でありっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、なんか私としてはこう日本国憲法書き込まれていないことそのものがこう日本の国の形なのかなっていうふうに思ったんですけど、そういう解釈もありですか？メタレベルで言えばまさにその通りなんでしょうね。でそれでしかもおそらくそれは多くの国にとってそうだろうと、なんかいろいろ書くけれども実際には各国各憲法は実際にあるんですよ。この国の成り立ちみたいなことを書く憲法あるんですけれども、実際にそこがあまり強い意味を持つことはあまりないのがおそらく現代国家の宿命なんじゃないかなと。強い意味を持つことはないっていうのはどう？つまりいろいろ書いてもですね、実際に国家の活動がこう大きく展開していくわけですよ。やはり国家というものがいろいろ法律を新しく作る政治プロセスが大きく変動していくことによって変わっていくわけです。でそういうところに時にそこに憲法にいろいろ書いてあっても、それは事実上こうみんなが見ないと強い意味を持たないということにどうしてもなっていかざるを得ないと意味で、多分それがおっしゃる通りで、しかもそれはおそらく日本だけではないということです。日本特有のお話でおっしゃることは日本特有の話じゃないんじゃないかということです。書いてないことが日本の国柄かもしれないけれども、それは多くの国の国柄でもおそらく現代ではあるだろうということですね。わかります。ありがとうございます。他はいかがですか？長谷部先生が癖の方からご質問がないです今日の話だと志戸先生のおっしゃってる憲法っていうのは もっぱら憲法典のことであって、いわゆる形式的意味の憲法の話であって、先ほどのご質問もありましたけれども、憲法っていう時にもう一つ実質的な意味の憲法、まさにその運用も含めてというのが憲法っていうのはありますですね。ですから その運用を含めての憲法についても、形式的な意味の憲法がとても大きな影響力は一応は持っていると思うんですが、そうなると宍戸憲法学のもとにおいては、まあ、実質的な意味の憲法法についてそんなに決定的な影響力はないという話になってくるんですか？形式的意義の憲法が実質的意義の憲法について決定的な影響力はないんじゃないかというご質問ですよね。ですね、まず皆さんに前提が分かるように話しますと、これ長谷部先生が今おっしゃったように形式的意義の憲法と実質的意義の憲法というのがあって、日本国憲法というテキスト を上回る部分、それ以外の運用とかを含んだ意味で実質的な意義の憲法ということを言うと、そしてそちらに今日の話の力点があったというのはその通りなんです。ただこれ形式的意義の憲法、実質的意義の憲法とか言うとまた法学部の人間がこう難しい言葉遣いしやがるということで皆さんがどーっと引いていくので、それはあえてその言葉遣い私は今回は使わなかったということにまずなります。でその上でお答えしますと、やっぱり私はどちらかというとおそらく運用の部分というものがテキストと並んでそれなりに非常に重要な意味を持っているだろうということをまあ言いたかったと。形式が決定的に重要とは私は思ってないというおそらくことなんだろうと思います。なんか口頭諮問を受けてるみたいで嫌ですね他にどうですか？とても面白い議論だったと思うんですけども、あと1件質問をお受けできるかと思います。いかがでしょうか？
はい、そうですね、11ページ の、 その最高裁の新法審査の活性化というお話なんですけども、その理由っていうのは何か、今現在なんかその明確におっしゃれるようなことがあったらちょっとお聞かせいただきたいなと思ったのと、このことに関して先生はどのように、これがいいことなのか悪いことなのか、そういう価値判断を持っておられれば、お聞かせいただきたいなと思うのですが。ありがとうございます。で、まあ、おそらく最高裁の判事にあなたたち活性化してますねと言ったら、いやそんなことはないというふうに答えるんだろうというは思うんですが、やっぱりこう客観的に傍観者として第三者として見ていると、最近どうも元気だなということはおそらく言えるんだろうと、まあ、そういう例えばメディアなんか新聞なんかでもよく特集が組まれますね。でその原因もよくわからないんですが、まあ、やっぱり一つは大きな政治のトレンドとして政権交代がこの間あるったという意味で、まあ、それは一つ裁判官にとって、そういうことが判断しやすくなっているだろうと、意見判断とかしやすくなっているだろうということもありますし、あるいは、まあ、長谷部先生を含むですね、憲法研究者のこう解釈の蓄積とか、そういったものが裁判官たちに影響は、いい意味でも悪い意味でも影響を与えているということもおそらくあるだろうと思います。でそれより大きな変化として言えば、かなり昔にできた法律がもう社会の変化に対応しきれなくなっているにもかかわらず、国会の側がそれを改正しないと、一定の問題について裁判所がこうずっとこうなんていうの、いきなり国会がやったことをノーというというよりは、いやそろそろ変えた方がいいですよという意味でのこうなんていうんですかね、こうアラートをしているという、そういう意見審査のやり方にかなり日本の裁判所は力点を置いているというふうに見ることができるだろうと思います。で、まあ、私自身は、まあ、これは憲法研究者ですので、最高裁がいろんなことをやるとご飯が食べれますので、論文を書いたり表彰を書いたり、まあ、そういう意味では評価しているという側面は、もちろんそれは職業利害としてあるんですが、そのことを除いても、まあ、なんていうのかな、その最高裁の判決の中身について、必ずしも私は違憲判決だから必ずしもいいとか思ってるわけではないのですけれども、まあ、一つ社会の中でいろいろな憲法をめぐる、あるいは憲法以外の価値とか利害の対立というものが、そういう形で最高裁という場で議論されて、こうそれが違憲か合憲かともかく憲法判断という形で出るというのは、こう社会全体の長い目で見た時の安定にも資するという点で私は評価しているということです。ありがとうございます。皆さんどうも活発なご質問をどうもありがとうございました。